なんか人の横に夢と書いて儚いなんですよね、はいはいはい、人が夢を見ると書いてね、うん、とするならば僕なんかこの確かに講演会とかは、うん、当分まだまだ、ね、できないんだろうなとも思うんですけど、うん、だけど、まあ、見方を変えてこの時間を、うん、今までずっと僕20年間アウトプットばっかりしてたから、うん、思いっきりインプットする自分が勉強する時間にすればいいねやと思ってですね、うん、でその自分が勉強する自分が学ぶっていうのもやっぱりそのなんか一回もそのなんかこうね無料配信でやった中で、うん、いや俺どうしたらええかなと思って自分でもなんかこうスパッと答え出てけへんから、うん、だから、ね、中村さんあんたはこれやるべきやぜとかね、うん、なんかそういうのをご意見いただけたり、なんか自分でちょっとだけ一遍脳みそ停止させて、うん、なんかたくさんの人からああしたらこうしたらっていうのを、うん、もらいたいんです言うたら、うん、うわいっぱいくれはったんやけど、はい、なんかね自分の中でピンとくるもんにそこにこう、はい、巡り合えなくてね、はい、でした時とかもそうやわな、だってねもう会うのは家族とウォーリーぐらいで、うん、僕ぐらいね自粛完璧にしてた人ね他なかなかおらんと思うんですよ。だって僕家からこう出るというか家の敷地から出るの週に一遍ぐらいでしたもんね。はあ、その週に一遍出るのも歩いて70メートルのところにファミリーマート、はい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 、あこれタバコ買えるぐらいで週に一遍70メートル歩くだけなんですよ。ある意味敷地みたいなもんやもんね。そうなの。ほれ一回だけ二月の間に3月半ばから5月半ばのこの二月の間に一回だけ外食したのはそのファミリーマートのまだ70メートルぐらい先にあのラーメン屋があるんですよ。なんかラーメン食う丸っていう、ね、丸っていうこのラーメン屋ラーメン食いに一回行ったんですよ、はい、それだけなんですよね。どこも行くあの敷地内から全く出ず、でもねあまりに出ないし動かないんで食欲もなくてあまり飯も食えんくて、はい、俺も7キロ半ぐらい痩せたんですよ。うわおやね、うん、こんなに動かず痩せるってあるのかなと思うぐらいで、お酒の量がめっちゃ減ったんですよね。ああだからか、うん、あのその人とねなんか懇親会とかで興奮しながら頼んでもらえへんのに次から次へとハイボールとかねこの人はどうせたくさん飲むと思われてるからボッバカボッバカこう来るやつはもうね酒の一滴は血の一滴とか言いながらこうみんな飲んでたやつがうちにおったらそんなに飲まんですもんね、うんうんうん、そしたらねなんかあらゆる血液の数値がめちゃくちゃ良くなって本当にめちゃくちゃ良くなっててですね、もうついでやからって言ってなんかもう病院もガラス気やからって言ってなんか CT 撮ったりとかね、あその時も一回出たな、うん、CT 撮りにとかそれもねもう何もどっこも悪くなくて、ね、本当に血液検査のね結果がめっちゃいいんですよね。なんかあ一つは健康を手に入れることと、うん、やっぱもう一つは僕が勉強することやなと思って、うん、ほんでねで勉強するってじゃあ何を勉強するの、うん、俺今からみたいに思った時にやっぱりそれもちょっとこう変わった人に相談する方がいいんちゃうかなと思って、うんでね、例えば誰かの顔を思い浮かべるそうするとその人だったらこういうことを言うかもなという大体予測の範囲のことをこう言っていただくけど、はい、彼ならなんて言うかな、めっちゃおもろいこと言うんちゃうかなと思う人をこう携帯に入ってるアドレスの中からあこの人おもろいこと言ってくれそうみたいなのを僕なりにちょっとピックアップして例えばなんですけどその、あの翡翠小太郎くんとこの1時間半ぐらい喋ったかな、ひすいさん喋られたんですか電話で。俺電話かけてん、ほんでひすいくんってめっちゃ変わってるね、変わってますね、うん、対談したいよね、僕らは一緒になってそのなんかこうなんか対談みたいなとかこうそういうの何回かやったことあって、うん、でもねほんまに彼変わってて、うん、なんかねあんまり何も喋らへんし控室にいててもね、うん、で他の学校大島とか天津とかおると、うん、前らはこうワイワイやる僕も一緒になってワイワイ、うん、でも翡翠君ねお弁当用意されててもフラットでいっつもおらんなるんですよ、うん、おいまた翡翠君おらへんぞで
まあ、また彼は変わってるからな言うて、多分近くへラーメン食いに行ってんちゃうラーメン大好きなんで、ね、はいはい、でね、弁当用意されてるって分かってんのに、なんかね、フラ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 って本番前に出てくるんですよ。ほんで必ずどっかでラーメン食って、ね、ほんで帰ってきて、誰かお腹空いてる人、このお弁当食べてくださいって言うて、もうラーメンばっか食ってんねんな、これもう小池さんみたいな人やなみたいなね。ほんで、こう、まあなぜ変わってるから、けど、めっちゃ歴史のこと詳しいし、こう、なんか人に光当てんのうまいし、ほんで僕ね、何遍かは会うてるし、で、例えば一緒に野球見に行ったりもしてるから、阪神、はいはい、戦見に行ったりとかね、そんなこともしてるんやけど、そろくにあんまりこう喋れないんですよ。そしたけど、あ、ちょっと翡翠君と思って電話してね、そしたら、なんかね、おいおい、いやいや、なんか、文明さんをどうするかなんてめっちゃ課題でかいですね、責任重大ですよ、これとか言うて、で、これまた、宿題にさせてくださいとか最初言ってきてんけど、いや、翡翠君、宿題じゃないんやってって、今、これ聞いてる瞬間に、中村さんがね、文明さんはこれやの中は、みたいなのを、こう直感で思うやつ、ぴょーんと教えてほしいんやけど、つってこう、話してて、そしたらね、今まあゴールデンウィーク中なんか例えば僕はいろんな子供が好きそうなあの漫画、うん、いっぱい鬼滅の刃とか、はいはいはい、約束のネバーランドとか、ね、ドクターストーンとかあの辺も全部見てでした中で、はい、僕はジンっていうのをドラマを出したんですよ。現代から、はいはい、ね、江戸時代にタイムスリップするお医者さんの話で坂本龍馬とかいろんながこう出てくる、うん、でもその現代医学を江戸時代のでもまあ今によく似たあのコレラとかがね、うん、コロリって言われながらこう流行ったあれを止めるためにやっぱ抗生物質がいるって、うん、でみかんの青カビから抗生物質をこうそのお医者さんが作っていったりとかしていくのと同時にもう幕末の動乱の世の中がこうどんどん変わっていくわけですよね。でやがて坂本龍馬も暗殺されることも分かってますよね。でもそれを自分がねじ曲げることは果たしていいことか悪いことかみたいなの葛藤もあるけど目の前で苦しんでる人助けれるのに助けないっていうのもどうなんやみたいなその一人の医者の医学というものに対するものと変化ねどんどん変化していくものとその幕末の世が変わっていくという、うん、そのなんかそこで龍馬さんと非常にこの絡みながらこう進んでいくドラマで僕ねもう毎回毎回もうこんなに泣かすかよと思うぐらい毎回よう泣かさせられてボロボロ涙流してで泣きながら見ててまああれのスタンダード編がまあ10話ぐらい 10か11話ぐらいまであってでそれが終わってから3年後ぐらいにあれ完結編っていうまあ続編みたいなものもまあ10話か11話かあってそれやつ僕ね投資で全部見たんですよ。もう泣きまくりながら泣きまくりながら見ててやっぱり坂本龍馬が出てくるとなんかこう燃えてくるんですよね、やっぱね。だから僕子供の時ほんまにその気になりやすい子やったから、ブルース・リーの映画とか見て出てくるともういきなりブルース・リーにもなったような気になるみたいな。そういうやつね。ランボーとか見たらね、もうやったら強かったみたいな。あれと一緒で、もうなんかね、自分のこと何をすべきかって考えて、この時代の坂本龍馬なんかは、そうじゃなかったんじゃないのかなって。自分が何かをやることによって、なんか世の中の役に立つことや未来がこうね、平穏で笑顔の絶えないという、それに向けて自分の一つの何か役割みたいな、そういうものを、めちゃくちゃこれ追求しとったんちゃうんかなっていうふうに思うとするなら、ね、あの時代の、例えば坂本龍馬が、今のこの令和のねこの時代にもし逆タイムスリップしてきたら、うん、めっちゃ僕ら怒られるやろうなお前ら何しゆうがぜよって、うん、ねこんな便利な世の中でねもう瞬間に世界の裏側までも情報が、うん、ね昔は手紙を書くでそれを飛脚に渡しても京都から江戸まで何日もかかって、うん、ねでもそんなね、今は新幹線も飛行機も24時間以内に行けないとこなんかどこにもないぐらい人間が便利な世の中を作ってですね、うん、してきてるのに何をしとくんかっていうふうに
怒られるなと思うよ、翡翠君で。翡翠君もあの坂本龍馬好きやから。これ本書きましたしね。そうそうそう。で、そのなんか龍馬さん話みたいなんで、ちょっと盛り上がってたりする中で、はい、でもね、って、中村さんって、文明さんって考えたら、日本中飛び歩いて、うん、だって坂本龍馬の才能って、例えばそれこそ医術に長けてたわけでもないでしょって、ね、何か特殊なものを特別勉強してたわけでもないでしょって、けど、なんで坂本龍馬が世の中をね、ひっくり返すほどの仕事をしたかって言ったら、結局はね、人と人を結びつけて、うん、そして、なんかこう、たくさんの賢者たちに、賢人から賢人へ、バトンをつなぎながら、例えば、横井湘南とか、佐久間湘山とか、ね、吉田松陰とか、勝海舟とか、西郷隆盛とか、もうそれこそ、スーパービッグスターたちに、なぜか彼はほぼ合ってますよね。で、それは、みんなが、な、お前素直やから、この人のお手来い、この人のとこ行ってこいって言われるがままに、もうスーパーオフラインを一人ずつ一人ずつ、それで出会いを通して龍馬流の学びを得たことをね、あの人はめっちゃ膨らまして、大ほら吹きで、ね、時には嘘も入れてもね、時代が動くために人は頑張れんやっていう、それを頑張りたくなるような話し方をする天才だったんでしょって。ちゅうことは、文明さんが何気なしやってきたことは、坂本龍馬と同じことをやってきたって、そう思わんですかって言われたら、ほんまやな、翡翠君って。だから僕は、って言って、例えば、その中村さんもね、すごいこう、なんか、その、ズームを通してとか、Facebook のライブ配信通して、こう言ってくれるけど、中村さんがやってきたことを経験してない人の意見を求めるよりも、もっと次元の違うところを生きてきた人たちにピンポイントで会いに行って、でその人からまた誰か紹介してもらって、またその人から誰か紹介してもらってっていうのを今スーパーオフラインでやりながら学んでる中村文明の姿を隠し撮りみたいにして